皆さんこんにちは。毎週土曜日に放送されている人気旅番組朝だ生です旅サラダに出演している神田正輝さん、恰幅の良い紳士の面影はそこにはなく、明らかに痩せすぎと思われる姿には周囲から心配の声が上がっています。がんなどの重病説や心労による激痩せなど様々な憶測を呼んでいましたが、ついに神田さん本人の口から激痩せの真相が語られました。そこで今回は神田さんの激痩せについての噂を振り返り、そしてついに明らかになった真相についてお話ししてみたいと思います。俳優としての姿を見られるのはこのドラマが最後になるかもしれません。一部の放送関係者から心配されていた神田正輝さん、3月17日の放送で30年の歴史に幕を閉じた山村美沙サスペンス赤い霊柩車シリーズに出演していました。昨年秋には一部で神田さんの引退説が浮上しており、その理由として個人事務所を閉鎖、セリフを覚えられなくなったなどと報じられていました。神田さんは2018年のドラマ下町ロケット以降、俳優業のオファーは全て断っているそうです。年齢も年齢だからゆっくり仕事をしていくと関係者に話していますが、未だ娘のさやかさんのことで心の傷は癒えず、なかなか演技をする気力が湧いてこないのではと噂されています。現在神田さんのレギュラー番組は1997年からメイン MC を務める朝だ生です旅サラダのみとなっています。4月からは新 MC として松下奈緒さんが加わり、31年目に突入しました。神田さんは新規の仕事をするつもりはなく、旅サラダだけ続けていきたいようです。番組を見ると出演者がとてもリラックスしたアットホームな雰囲気が売りで、それが朝から癒されると長寿番組になっているのです。神田さんもまるで実家にいる気分と言っているほど同番組を気に入っていると言われています。ちなみに旅サラダのギャラは1回80万円程度だそうで、月に320万円、1年に48回の放送で計算すると3840万円になります。神田さん一人ならそのギャラだけで生活には十分なのではないでしょうか。神田さんは特に趣味にお金をかけるわけでもなく、ハイブランド好きというわけでもありません。気に入ったものを長く大事に使うタイプなので、お金のためにあくせく働くという必要性を感じていないのかもしれません。一部ではすでに緩やかに就活ライフを始めたと言われている神田正輝さん、さやかさんが亡くなった当時その埋葬先が話題になりました。神田さんの母親で女優の朝日照子さんが眠る墓地もその候補になりましたが、最終的には松田聖子さんの実家の菩提寺に納められました。神田さんはさやかさんに会うためには九州まで行かねばなりません。その供養にも時間がかかります。神田さんは近しい人には少しずつ仕事も身の回りのことも始末していると話しているそうです。神田正輝さんは70歳を迎えた年に日本尊厳死協会に入会しています。また定期的に健康診断に行かれるようになったり、エンディングノートを作成されているようです。就活では主に遺族となる方への思いや遺産相続に関してをノートに書き溜めていくものですが、神田正輝さんには妻や子供がいません。では財産は誰に渡るのでしょうか。それは NHK でアナウンサーをしている神田愛花さんではないかと言われています。神田愛花さんは松田聖子さんより前に神田正輝さんが付き合っていた一般女性との子供という噂があるのです。しかしこの一般女性は渡里哲也さんのお気に入りの女性だったようで、神田正輝さんの交際は石原プロには極秘に行われていました。当然子供ができた際にも結婚することはできず、神田正輝さんは堕胎を提案しましたが、女性の固い意志により神田愛花さんが誕生したそうです。当時は誰にも知らされていない、まさに隠し子となっていましたが、現在では一部の芸能関係者の間では周知の事実とされているようです。神田愛花さんの両親については長らく母親しか明らかにされておらず、シングルマザーとされてきましたが、神田愛花さんが中学高校と私立の学校に進学しており、裕福に育ったことがうかがえるため、父親については名前が明かせない暴力団関係者との子供なのではともささやかれていました。
しかし神田愛花さんの母親となる女性が神田姓を名乗り多額の養育費を要求したことで話がまとまったようです。その後神田正輝さんと神田愛花さんが養育費の仕送り以外で接点を持つことはなかったと言われていますが、一度だけ神田正輝さんサイドからコンタクトを取ったことがあるとのこと。それは神田愛花さんがバナナマンの日村さんと結婚した時です。神田愛花さんの母親は日村さんとの結婚に猛反対しており、また日村さんの母親も神田愛花さんに会おうともしなかったほど二人の母親は対立していたといいます。そんな噂を聞きつけた神田正輝さんは神田愛花さんの母親に対し日村さんサイドに歩み寄るように諭したといいます。神田正輝さんは日村さんとも交友関係があり、二人の結婚を陰ながら応援していたようです。それ以降現在まで神田正輝さんが神田愛花さん一家に接触することはありませんが、遺産を残すとするならば苦労をかけた娘とそれを育てた母親に残すのではないかと言われているようです。もちろん神田正輝さんと神田愛花さんは戸籍上何の関係もないため、法的に相続が決まっているわけではなく、あくまでエンディングノートにそう綴っているのではないかという噂です。ちなみに神田愛花さんの母親は神田正輝さんと破局した後、別の男性との間に神田愛花さんの弟となる男の子を授かっていますが、その男性とも結婚とはならず、また養育費も取れなかったそうで、随分苦労されているようです。神田正輝さんの就活についてお話ししてきましたが、それはつまり神田さんの芸能界引退に向けての整理をし始めているという意味でもあります。神田正輝さんは2022年に個人事務所を畳んでいますが、その際に芸能界引退の可能性が高まり、週刊誌各紙から取材を受けています。神田さんが引退するのではという声については、パッパッパそういうことではなく常に石原プロに準じてねと答えています。旅サラダは今年30周年を迎えましたが、その区切りで神田さんが卒業するのではないかと言われていますが、今のところそれはありません。石原プロで受けたものはちゃんと始末しようと思っていますと語っていました。では今後新しい仕事の依頼は受けるのでしょうか。石原プロが引き受けた仕事を始末してから考えますとのこと。神田正輝さんは現在旅サラダだけで食いつないでいることは冒頭でもお話ししました。この旅サラダがまさに石原プロが引き受けた仕事ということになります。つまり旅サラダが終わった時こそ神田正輝さんの芸能界引退が濃厚になってくるということになります。神田正輝さんは一部によると現在はがんの闘病中であると言われているにもかかわらず、体調を顧みず旅サラダへの出演を続けています。神田正輝さんは石原プロで受けたこの旅サラダこそ人生最後の仕事、つまり就活にしようとしているのかもしれません。こうした憶測を背景に神田正輝さんはついに自身の口から激痩せの真相を語ったのです。激痩せについて尋ねられた神田さんは、あはは、何、あのね、ファスティングしてるの、1年半前からファスティング始めてね、だから病気とかそんなんじゃないからと、激痩せの理由は病気ではなくファスティングだと答えたのです。そして続けて困惑した表情で、僕は去年の6月から一切取材に答えないって決めているの、それはみんなに言っているし、みんな知っていることだから勘弁してと語っています。いかがでしたか。今回はついに神田さん本人の口から明かされた激痩せの真相についてお話ししてみました。重病ではないということで安心しましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。